こんにちは、ガブスです。今回は皆さんにご報告があります。私、ガブスは5月いっぱいをもって今勤めてる会社を辞めることになりました。まあ、辞めて何をするかというと、前回の僕の動画を見てくれた人はうすうす感づいてるかもしれないんですけれども、自転車で日本一周の旅に出ようと思います。まあ、この計画は2年ぐらい前からあって、日本一周をしたいなって思った時から体力をつけたりとか、キックボクシングを始めたりとか、まあ、この32歳の今、僕32歳なんですけど、この32歳のこのタイミングが一番いいかなと思って、5月で仕事を辞めて日本一周の旅に出ることにしました。で、いろいろ言われるんですよ。このね、32歳での僕が日本一周の旅に行くっていうことをみんなに言うと、いろいろ周りから言われることもたくさんあるんですけれども、もちろん応援してくれる人もたくさんいて、こういうふうにこの T シャツも作ってもらったりとかして応援してくれる人もたくさんいます。本当に嬉しそうな、応援してくれる人の言葉っていうのは本当に嬉しいなと思います。嬉しいと思うし、その人の言葉を胸に頑張りたいなと思います。まあ、応援してくれる言葉だけではなくて、何を考えてるんやとか、そんな20代でやることじゃないのかとか、30代でもうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないかとか、いろんな意見もたくさんもらうんですけども、まあ僕的にはそんなことは関係なくて、まあ20代の時も僕は好きなことをやってて、好きなことで一生懸命やってたんですよね。で、その時は別にこの日本一周をしたいと僕は思ってなかったんですけども、その30歳になった時にいろいろ考えて、これからの人生のためにこの日本一周っていうのをやろうと決めました。で、何を考えてるん、30代なのに何を考えてるんやとか、もっと考えた方がいいんじゃないかとか、そんなことを言ってる奴らよりも僕は10倍ぐらいいろいろ考えてると自分では思ってます。たくさんいろいろ考えた結果、この旅を始めようと決めました。まあ、もちろん僕の一人っていうか、いろいろ周りの親とか、いろいろ友達とか、そういう人の力もあって、僕のこの日本一周というのは始めれると思っているので、本当に僕の周りにいてくれる人は今本当に感謝しています。どうもありがとうございました。で、応援してくれる人っていうのは、本当にこれからも僕は大切にしていきたいなと思うので、これからも本当によろしくお願いします。その日本一周も僕はもちろんやるからには、その発信していかないと僕はやる意味がないと思ってるので、僕が体験したこととか僕が思ったことを皆さんと多くのことを共有していけたらなと思っているので、これからも僕の動画を見てくれたら嬉しいと思います。もちろん皆さんに見てもらえるような面白い動画にしていこうと思いますので、これからも僕の動画を見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、日本一周のために6月の多分おそらく中旬ぐらいから行こうと思っています。またその行くときはご報告しますので、その時までまたいろいろ動画も出すと思うんですけど、はい、これからもよろしくお願いします。それでは今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。